世の中なんだか忙しいなってずっと思ってたんだよね。みんな生き急いでるっつうかさ。だから彼の打ち出す姿勢、ライフスタイルに共感したっていうのかな。シンパシー？まあまず形から入って、内面も少しでも彼に近づけたらなって。俺がこの活動を続けていたら、あいつと巡り会う時が来るかもしれないね。その時は、お前は一人じゃない。そう言ってやりたいね。